今回のプログラムで国際協力は必ずしも海外で何かをするわけではないということを学びました。また日本とベトナムはお互いに支え合っていて沖縄との友好もあると言って初めて知りました。これからは沖縄でできることから少しずつやって将来青年海外協力隊に参加したいです。北部農林高等学校平優香。